はい、こんにちは、安藤明久です。今日はですね、お金のストレスについて話したいと思います。でお金のストレスがあるとですね、あなたの時間がなくなるという話をします。この動画を見るとわかることはですね、あなたにお金のストレスがあるとあなたの時間がなくなるということがわかります。では行きましょう。まずですね、幸せなお金持ちにとって、時間はお金よりも大切ということを話します。時間がなぜ大切だというと、それは時間が有限だからです。もしですね、あなたがお金を稼ぎたいと思ってもですね、時間は有限なので稼げるお金の量も限られてしまいます。あなたがですね、もしいろいろな体験をしたい、例えばオーロラを見たいとか、イタリアに行ってゴンドラに乗りたいとか、エッフェル塔に登りたいとかですね、そういういろいろな体験をしたいと思ってもですね、実は時間は有限なので、あなたができる体験っていうものも限られているんですね。大切な人と過ごす時間も有限です。あなたには寿命があるのでですね、家族とできるだけ多くの時間を過ごしたいと思っていてもですね、実はそれも有限なんですね。このようにですね、時間は有限ですので、あなたができることも実は限られているんです。ですから、幸せなお金持ちというものはですね、何よりも時間が大切という認識を持っています。あなたがですね、もしやりたくもない仕事をしているのでしたら、絶対に幸せなお金持ちにはなれません。なぜならですね、嫌な仕事をしている人というのがですね、例えば毎日、1日10時間ですね、嫌な仕事をしているとします。そうするとですね、給料が1ヶ月に1回振り込まれるわけです。そうするとですね、嫌な仕事をしているという人はですね、お金に対してですね、苦行と思うんですね。嫌な仕事をしているから、その代わりにお金をもらう。毎日嫌なことを体験しているから、その代わりにお金をもらう。つまりですね、お金イコール慰謝料という考え方が身についてしまうわけです。このような考え方がですね、染みついてしまうと、実は幸せなお金持ちになれないんですね。なぜなら、幸せなお金持ちというのはですね、お金を慰謝料とかお金を苦行というふうに考えていないからなんですね。幸せなお金持ちです。幸せなお金持ちはですね、仕事を大好きな仕事をしていることを幸せなお金持ちです。大好きなことを仕事にしているのですね、1日、例えば10時間仕事をしてもですね、その仕事が楽しくて楽しくてしょうがないんですね。ですから、お金に対する感覚もだいぶ変わっていきます。自分がですね、一生懸命したことで、お客様が喜んでくれているのでですね、一つの尺度としてですね、お金は感謝の量と考えているんですね。できるだけ自分が大好きなことをしてお客様が喜んでもらえるなら、もっともっと自分がサービスの質を良くしようとか、お客様がもっともっと喜んでもらおうとか、そうやってですね、自分の成長だけでなくてですね、お客様の感謝っていうものをものすごく目を向けるようになるんですね。ですから、一つの考え方としてですね、お金が感謝の量と考えるようになるんですね。このようにですね、嫌な仕事をしている人と、幸せなお金持ちの方というのはですね、お金に対する考え方がですね、全く違うんですね。一方でですね、幸せなお金持ちの方は感謝の量でお金を捉えていて、嫌な仕事をしている人はですね、お金イコール慰謝料というふうな考え方になります。そうするとですね、お金のストレスっていうものは嫌な仕事をしている人はものすごく溜まっていくんですね。あとですね、幸せなお金持ちの方っていうものは時間がとにかくたくさんあります。一方ですね、嫌な仕事をしている人っていうものはですね、お金に対するストレスがあるので時間がなくなるんですね。なぜかというとですね、例えば嫌な仕事を1日10時間している。そうするとですね、この1日10時間はですね、嫌なことをしている時間なんですね。そうすると、あなたが好きなことをする時間や、あなたが大好きな家族と一緒に過ごす時間っていうものが必然的にどんどん少なくなっていくんですね。そうすると、時間が足りなくなるんですよ。あなたがですね、何か趣味のことに当てたい時間や、家族と過ごしたい時間、そういうものが必然的にどんどん足りなくなってしまうんですね。だから、そうやってですね、嫌な仕事をしている人、またお金イコール慰謝料と考えている人、こうやってですね、お金にストレスがある人っていうものはですね、時間がなくなっていってしまうんですね。
一方ですね、幸せなお金持ちはですね、大好きなことを仕事にしているので、この仕事以外の時間をですね、ものすごく取ることができるんですね。例えば、大好きな家庭、そうですね、大好きな家族と過ごす時間も多く取れますし、あとですね、仕事をする時間も決めれるんですね。ですから、こうやってですね、嫌なことを仕事にしている人と幸せなお金持ちの方っていうものはですね、時間に対しての自由もものすごく変わるということをぜひ覚えておいてください。ですから、あなたがですね、もしお金のストレスがあるんでしたら、こうやってですね、あなたの時間もなくなるということをぜひ覚えておいてください。はい、では最後までご覧になっていただきありがとうございました。もしこの動画が参考になりましたら、YouTube チャンネル登録とグッドボタンを押していただけると嬉しいです。また、YouTube の動画説明文のリンクからメルマガ登録をしていただけると嬉しいです。最後までご覧になっていただき、本当にありがとうございました。